さあ一気にもう終わらせてしまおう。今度は徳川軍、豊臣軍で分かれてる。まあ先に雪村の方の結末を見ようと思います。ということで豊臣軍から。雪村らの奮戦により徳川秀忠の軍勢は足止めされた。だが関ヶ原の戦いは西軍の敗北に終わる。勝者となった家康は雪村に黒山への蟄居を命じる。信行の思いを汲み取った雪村は命に従った。事実上の天下人となった家康は江戸に幕府を開き、徳川政権の安定のため豊臣家に臣従を求めた。しかし豊臣家はこれを拒否。ついには徳川家に最後の戦いを挑むべく挙兵する。さっきやった、さっきというかだいぶ前にやったけど、豊臣家は黒山の雪村に参陣を求める。雪村は密かに黒山を出し大阪城に入城した。対する徳川は天下諸侯に号令して大阪城を囲む。その包囲軍の中には雪村の兄信行の姿もあった。さあ真田の将の雪村の最後。真田の将、大阪の陣。これで一体どんな結末になるのか。やっぱねここは雪村とくのいちかな。記憶の桜、ちっちゃい頃遊んでたね兄弟で。一人鍛錬好きだね。家康、ただその首一つを取ればいい。どうかしたのか。どうかしたって、周りどこも敵でいっぱい。なのにそんな涼しい顔して。雪村様、まるで。綺麗だな。いつだったかこんな桜を見上げたことがある。あの時も胸が高鳴った。本当綺麗。この桜来年もこんな時期に咲くんですかね。ああ、また一緒に見られますかね。ああ、雪村様、最後までお守りします。だから死なないで。この桜の木とか言うとなんか織田信長の時を思い出すな。みんなでまた桜を見ようとか言って、最終的にみんな敵同士になっちゃうんだから。武器もそのままでいいかな。戦闘開始。さあ最後の戦いだ。真田幸村、大輪を咲かせて知れるのかって。完全にそりゃそうだろうな。我らは秀頼様をお守りし戦い抜く。乱世を生きた者の負の意地を。とりあえずは端っこまで。雪村様、ついていきます。こっち通れないな。置いてかないでくださいね。真田丸は防衛の要、敵も放ってはおかない。こっちから行ってとりあえず旗兵を倒しておく。
敵武将真田丸、まあいいや、鉄砲隊前へ。とりあえず真田丸を助ければいいんでしょう。こっち通れない。ミッションミッション、こっちか。来た来た、二人いっぺんに倒しちゃおう。参る、私は参る。ほら、あとちょっと。よし倒した。後ろか、いたいたいた。いい、ナオタか、ナオちゃんの親戚。よし倒した。これにあり。なんだ、もう一人なんか出てきたな。倒すぞ。もうなんかこれぐらいの強化具合ならあんまり問題ないから、旗兵はシカとしておこうかな。あ、でも近くにいる。よし倒した。もう一人早く倒さないと。三角、よし取った。で、あともう一人。うま、こっちだ。いたいたいた。不足なし。ほら、あとちょっと。オッケー、取った取った。で、旗兵、よし解除。おお、やるではないか。徳川の精鋭をすべて打ち果たそうとは、あれこそが。よし下進んでおこう。の負の姿よ、この状況で抗うか。なんだ、真田の武将がいるじゃん、ここ。報復してくれないかね。報復するわけにはいかないんだ。よし倒した。ミッション、オッケー。今のうちに秀忠さんを奇襲すれば。雪村様、来た来た来た、柳生さん。接近せよ。あそこ行けばいいの。まあいろいろ縛ってるけど。もうやし尽くせ。いった。剣を抜かせないでほしいんだがね。よーし倒した。いたいたいた。本気で来い。勝てるかもしれない。勝てる。本気で行かなくても勝てる。ドローン、よーし、あとちょっと。三角、天柱だ。天柱、勝った勝った。よし、馬を呼んでおいて。よし、城内への侵入は食い止められたな。ここの敵将倒しとこ。揺さぶりをかけ、急ぎ準備にかかれ。開門、開門、あそこ開門したか。よし、二方向に敵がいる。とりあえずこっちから行こう。もう一方の方は多分くの市間に合うかな。
他兵を倒して競うぞ。そんなに強くないから両方ともいけるか。行くぞ。雪村、私は義を曲げ家康に下った。家康に下ったんかいお前は。友達だと思ってたのに。楽しかった。金継殿、感謝しています。あなたに感謝してます。ならば私は目を背けず。最後までいいやつだな雪村は。よーし倒した。打ち取ったり。でなんか向こうになんか出てる。あ、前から出てた。見ていてください。でこれで上から行けばいいかな。止められては力押し以外にない。天軍真田丸へ突撃せよ。なんだと。そうはいくか。ミッション、この4人を倒す。わかった。その4人を。いて。よーし行くぞ。雪村様、一段と燃えてるにゃ。なんだっけ、こっちか。とりあえず上のやつを倒しとくか先に。いた。3分経過。いやーだって接近できなかったもの。馬、犬って言おうとした今。くのいち、くのいち、急いで。よし間に合ったかな。てーい。よーし、いた。よーし倒せたか。正宗来た。いた。おお稲姫と正宗が。真田丸への攻撃は平等だったか。くそー、二手に分かれる感じか。よし、じゃあちょっとくのいちは向こう側行くか。よし、雪村はね、あっち行った方がいいな。お父様、お母様、私に勇気をください。いた、伊達政宗、馬から降りろ。俺の気の時代は終わるのじゃ。なんだと。あればこそ、ここで槍を置くわけにはいきません。愛想、もうちょっと。イエーイ倒した。よーしこっち、稲姫。どこだ。勝負、さっさと蹴りつけちゃおう。よーし、オッケー。で真田にして、次のミッションはとりあえず下向かっとこうか。
あ、早川殿がいる。早川殿はなんか倒しといた方がいい気がするな。落城の時が来たか。まずは秀頼様を安全な場所へお連れせねば。脱出地点まで護衛せよ。なるほど。よーし、倒した。で、ちょっとくの一がこっちの護衛に回って。馬入れない。そりゃね、早川殿は普通のお姫様だから。行くぜ。かほどの豪の者がいようとは。なんだ、なんで止まっちゃったんだ。すごい迷ってる。こっち取ってくんですかね。うわー、敵大将がいっぱいいる。戦わん。我が功にしてくれるわ。てやー、あともうちょっと。よし、 OK かな。よし、早く行ってください。で、あとはこの先にいる。いた。なんでこんないっぱいいるんだ。撃ち取ったり。よし、これで敵将いなくなったかな。よし、オッケー。脱出地点到達した。あとはモノノフの意地を示すのみ。こっちから行くか。敵本陣にて家康の首を取る。ただの戦ご覧あれ。よし、敵本陣行くぞ。家康様は撃たせん。ここは来そうだな。なんか開いた開いた。高虎を倒せ。本陣へ到達せよ。多分これを倒さないと中に入れなさそうだ。おりゃー。よし、倒したからいけるかな。いけた。燃え上がれ。行くぞ。徳川家康、もののふの意地にかけてあなたを撃つ。真田の生き様見届けねばならない。この命投げ出しても相手になれず。三角。ただ行けるな。これにあり。これにあり。あれ、倒せない。倒せないぞ。なんでだ。痛い。まあとりあえずこの人を倒しておいて。真田幸村、見事。ああ、そっか、徳川家康さんは倒せないんだ。家康様の元へは行かせん。来た、お兄ちゃん。そうだ、お兄ちゃん来たわ。勝利条件変更。変更。真田幸村、これにあり。あー、倒しちゃった。真田幸村、会話する前に倒しちゃったわ。信之撃破。お、
トロフィー獲得。家康様のもとへは行かせぬ。通してください。そうでなければ私は。雪村来い、勝負だ。これは信長が会いに来た時に見たデジャブ。この日が来ることは知っていた。覚悟はできている。花と千代はこの雪村の役目なれば。兄上、真田の血を頼みます。魂はこの雪村が引き受けた。雪村、雪村、お兄ちゃんの手じゃなくてそっちに行くのか。戦の中で散るってことか。お前が咲かせた花、私が守っていく。あれ、稲だったのか、後ろにいたの。さあ、これは黒夢バージョンなのでちょっと飛ばします。さあ、ここに戻ってきたけど、あともうワンステージ残ってるんで、それで最後になります。